皆さんこんにちは。いつも高評価、コメントありがとうございます。チャンネル登録もとても励みになっております。さて、本日のテーマは、あなたはね、自由ということで、あなたをね、縛るものからの解放についてリーディングしていきたいと思います。まず、内因的な要素。これはそもそものまあ性格とか思考について。次に、外因的な要素。まあ、家族だったり環境についてね。さらに、恋愛について。最後に仕事について。まあ、それぞれね、見ていきたいと思います。選択肢のカードはこちら、マジカルフェアリーオラクルカードからもらいたいと思います。まずは A の選択肢。飛びましたね。B の選択肢。こちら。C の選択肢。こちら。ということで、こちらからA, B, C でお選びいただきたいと思います。はい。それでは A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずね、内因的な要素を見ていきたいと思います。なるほど。A をね、選んでくれた方っていうのは、ものすごくね、賢いし、物事を、こう、理論的に見れたり、でも、その、感情とのバランスっていうのかな、そういうのも優れていて、本当にね、頭のいい人だと思うんだよね。なんだけど、その、何が原因かっていうと、そのね、弱さを、自分の心の弱さを見せることだったり、心を開くことが苦手なんだよね。で、この、そもそものこの、まあ、心を開くこととかね、自分の弱さを、まあ、見せるのが苦手っていうところの、要因というか、まあ、つながるものっていうのはね、A を選んでくれた方は、そもそもね、すごくね、明るいし、楽しいし、面白い。で、なんかこうワクワクすることが好きだし、本当はこうフットワークが軽くって、なんかね、いつもこう、輝いているような、こう感覚っていうのかな、自分の感情がね、すごくこうワクワクするような感覚を持っていたいっていうふうに思う人なんだけれども、その、
自分で自分の良さっていうものをね、認識することはあまり得意ではなくって、自分の賢さとか長所とかいいところ素晴らしいところを正しく評価することができていないんだけれども、それが多分ね、こっちのね、外因的な要素に関わってくると思うんだよね。だってこんだけね、賢くってすごくこう、なんだろう、自分のね、感情に素直で、すごくね、こう人間らしいんだけど、わがままとかじゃなくって、すごくね、周りのことも考えていてね、コミュニティっていうところをもね、入って、なんだろうな、人のために頑張ったりとか、考えたり動いたりすることも得意だし、優しいしね。うん。なんだけど、ここにね、まあ、ちょっとね、このね、嵐のカード来てるんだけど、この、自分の良さっていうのかな、そういう長所っていうものが、活かされていない時、に、自分の中ですごいやっぱりこう、ストレスとか、モヤモヤっていうものを抱えてしまうと思うんだよね。で、すごく我慢して、我慢した結果、すっごいある日ドッカーンって来ちゃうと思うんだ、こういうタイプの方っていうのはね。普段すごく優しいし、めったに怒らないのに、なんか、何のきっかけかわからないんだけど、すごく急にバッて怒るみたいな。で、それっていうのはね、小さなことを何回も我慢してきて、もう溢れちゃった。から、溢れたタイミングでバンって怒るってこともあるし、すごく我慢した結果、パリーンって、割れちゃって、もうどうでもいいって思って、切れてしまうっていうの。この切り方っていうのも多分ね、人それぞれあると思うんだよね。バーって自分の感情をね、今までせき止めていたものをバーって喋る人もいれば、今まで明るく喋っていたのに、ふって無表情になって、その場を去る。何も言えなくなるとか、連絡手段をシャットアウトするとか、いろんな爆発の仕方があると思うんだけど、そう、なんか小出しにしないで、結構思い詰めて、バッて爆発しちゃうタイプの人がすごく多いのかなっていうのがね、すごくね、入ってくるんだよね。やっぱりこう、人のために尽くして、相手のことを思って譲って頑張ってきた結果、これってなった時の、切り方っていうのはね、他の人が見るとすごくびっくりすると思うね。こんなにも無視というかね、こうシャットアウトされちゃうんだって感じたりとか、なんかこんなにも我慢してたんだっていうぐらいいろんなことを話して、もっと早く言ってくれたらいいのに、みたいな言葉がまたあなたのスイッチをね、入れるみたいなね、そういうことがあるんじゃないかなっていうところ。やっぱりね、こう、自分自身が自分のことをちゃんと評価できてないから、自分が過小評価しちゃって、その過小評価に周りが乗っかっちゃうっていう部分もあると思うんだよね。もっと自分を誇っていいし、もっとね、こう、堂々としていいと思うんだよね。自分の素晴らしさ、いいところ。自分はこんだけ素晴らしいものを持っている人間なんだっていうことを自分で分かること。それで何もマウント取るとかアピールするとかじゃないんだよ。自分の中で自分をそれを認識して、堂々とね、することによって、それがね、雰囲気に現れたり、オーラに現れたりするから、それがすごく、ね、大事なんだと思うんだよね。なんか、こう、ちょっとパターンはあるんだけど、あなたと慣れ親しんじゃった人が、あなたに甘えすぎちゃって、あなたが我慢できなくなって、ドッカーンとなる場合と、あなたのことを甘く見ちゃう。あまりよく知らないのに、あなたのことをちょっと軽く見ちゃって、ちょっと向こうが調子に乗って、あなたがそれに対してバシって言うみたいなね、いう感じ。もね、あるのかなっていうところね。やっぱりそしてね、もう一つのその問題っていうのが、やっぱりこうね、あなた自身のスピリチュアルの、霊格の高さっていうのかな。そういうものがもともとあって、他の人よりも、生まれ変わりの回数が多かったりとか、もともと、そういう、こう、精神性が高く生まれてきているものがあって、周りと合わないっていうものもあると思うの、すごくね。だからこそ、自分の思考、考え、
やりたいことと周りのやりたいこととかも求めてることが違いすぎちゃって、だからすごくいつも違和感を覚えていて、で、こう、自分が我慢することが多い。だから、突然こう爆発しちゃうとか、突然こう相手のことがもう受け入れられなくなってシャットアウトしちゃうっていうことがね、起きちゃうんじゃないかなっていうところ。で、なんかこう、そういう自分の精神性の高さと周りの低さっていうものの、その違いによって、だからあなたは自分の弱さとか、悩みを周りに言うことができないし、なんか心を開ききることができないんだと思うんだよね。それがあなたを縛っているって言うと、まあ、縛っているのかなって。もっと、同じような精神性の高さの人と友達になれたりとか、そういう人をパートナーにすると、あなたは今、その本来持った明るさとか、賢さがもっと活かされて、もっとワクワク、いつでもこう、チャレンジできる。いつでもこう、なんだろうな、思っていることを口にすることができるっていう風に変われるんじゃないかなっていうところね。続いて、外因的な要素。これはね、家族だったり、まあそれはね、自分を育ててくれたお父さんお母さんとか、まあそういう近しい親戚とか兄弟とかね、あとそういう環境、学校とかね、先生とか、そういう友達とかね、そういう環境で見ていきましょう。ここも嵐来てるね。いやね、絵を選んでくれた方はね、相当溜め込むと思うんだよね。ほんとギリッギリまで我慢する。で、ギリッギリまで我慢して、突然許さなくなるとか、突然こう、言いたいことを言い尽くすみたいな感じがね、探し求めて、観察者、なるほどね。っていうのかなってとこね。あのね、やっぱりね、ちょっとね、すべての人ってわけじゃないんだけれども、まずね、家庭環境があまりよろしくないっていうのはまずあると思う。で、よくないっていうのは、例えば、表面上ちゃんとお父さんとお母さんがいて、両方ともね、ちゃんと働いていてっていう環境下にいながらも、例えば、もう親がいつも家にいないとか、こう相談事を言えないとか、あと、両親が、その、押し付けてくる理想が高すぎて苦しいとかっていうこともあると思う。ね。で、次に、考えられることっていうのは、要は、経済的に、厳しい環境にいる。例えば、シングルマザー、シングルファザーだったりとか、あと、両親揃っていても、なんとなくこう、その、転職とか、いろんな家庭環境があって、家にあまりお金がない状態があって、例えば、習い事ができなかったとか、進路をね、やっぱこう、絞られてしまうとか、あと、本当は進学したいのに働かなければいけなかった環境とかね。そういうこともあると思う。あとは、その、逆にガッチガチの生活基盤っていうのかな。結構田舎の方にいて、もうそういうルール、風習とか、もう世間体っていうものがガッチガチにありすぎちゃって、もう人の目を気にして生きなきゃいけないっていうところが、すごく縛られているってこともあると思う。あと、その、もう一個、その精神面でね、やっぱりこうね、過干渉すぎて、自立が遅かったっていう人もそうだろうし、逆に放任されすぎちゃって、自分の中でマイルールがすごくできてしまった。誰も助けてくれないから自分が助けるしかなくて、自分の中のやってきたことが全てっていうのを思ってしまう。なんかその、基盤が極端になっちゃってる人っていうのが多いのかなっていうところ。だから、その、安定していないっていうものはまずあると思うんだよね。外因的なもので。で、やっぱりね、自分の感覚が、ある程度の年齢行くまでは、すごくね、意図的に鈍くしている部分があった可能性と、そもそも鈍くないと生きられなくて鈍くなっているっていうものがあると思うんだよね。だから、感じないようにしている、考えないようにしているっていうものが、ちょっとね、多いのかなっていうところがまず一個。で、さっきの言った、親が助けてくれない、頼れないからこそ、こっちのね、観察者、すごく人を見るっていうことが、培われたことがあると思うんだよね。さっきのパターンとは逆で、自分で見て考えて行動しないと生きていけないからそういうふうに考えて、だから人のことをすごく観察する、周りをすごくよく見る、その結果周りの目を気にしすぎちゃうとか、
周りの気持ちを優先しすぎるっていうことが起きてしまうんだと思うんだよね。含意的な要素としてね。だから一つは、なんだろうな、親との関係性によってしがらみが起きちゃって自分の言うことを言えなくって流れに任せるっていう方向性が一つ。もう一つは、親とか頼れることができなくって、自分で自分のことを守るしかないから、すごく周りのことを見て空気を読んで、自分の意見よりも周りが望むことを選択して生き抜いていくっていう選択を取った。とにかくどっちもね、探し求めているんだよね。答えを。どうしたらいいんだろうって。うん、で、中には、理想は目の前にあるのに届かないっていう環境だったり、あまりにも理想的すぎちゃって自分がそこにいるのがそぐわないっていう気遅れしちゃう、そういうものもあると思う。だからこの A を選んでくれた方は結構両極端に分かれると思う。うん。人が望むものを持っているのに本当に心が虚しくって寂しくって、愛を求めちゃうっていう部分、逆になさすぎちゃって自分の理想を求めちゃうっていうところ、こうだったらいいのに、こうだったら完璧なのにっていうところを求めてしまうっていうようなことがあると思うんだよね。どっちにしても自分、本当の自分を探し求めている、本当の愛を探し求めている、愛ってなんだろうね、そういうものをこう探し求めているからこその人の目を見て、人のその感情を気にして生きているっていうものがあなたを縛っているっていうものに、ね、なっているんじゃないかなっていうところね、うん、苦しいよね。やっぱりその自分ではどうにもならない環境が自分の生きていく基盤を作るわけだから、やっぱりその人の求めていることとか人の目をやっぱり自分のものとはこうやっぱ反しちゃってることがすごく、うん、多かったとも乖離しちゃってるんだよね。自分の本来の良さとかやりたいこととか思っていることと周りの環境とか求められていることが違いすぎちゃってすごく苦しかったみたいなことがね、すごい入ってくるんだよね。ちょっと水分補給しますね。はい。次はね、恋愛についてあなたをね、縛っているものは何なのかを見ていきましょう。うん、いや、それもね、恋愛にすごく影響していると思うんだな、これ。うん。誠実な心ね、入ってるし、美しさ、無防備。うんうん。あのね、まず一個はね、やっぱりこう、相手の願いを叶えてあげようとしすぎちゃうところなんだと思うの。うん、相手が求める恋愛観とか、その、相手に対する理想像っていうものを叶えてあげようとしすぎちゃうんだよね。だから、相手がこういう人が好きって言うと、そういう風にしてあげたいし、例えば、会うのは、例えばね、うん。あなたは、週に1回でいいと思っていても、相手が週3回会いたかったら、週3回に合わせるし、あなたがね、週1回は会いたいけど、相手が月1回でいいなら月1回に合わせちゃうみたいな、その、話し合うとか、譲り合う前に、まずあなたが先に合わせるっていうことを選択すると思うの。うん。相手との会話の中で、あ、そういう風にしてほしいんだな、そう願ってるんだなって思った時に、あなたが察して動いてしまうっていうところ、あ、相手に合わせすぎちゃうっていうところが、うん、その、ま、あなたらしさっていうかな、自由さをね、失ってるのかなって。でもそれは、相手に対してすごく誠実であろうっていう心から来てることだから間違いではないんだよね。なんかこう、どうしてもね、自分軸で見ることが結構難しくって、やっぱここのね、ベースがちょっと影響しちゃってるんだけども、なんか周りからはどういうカップルに思われてるのかなとか、周りから私はどんな風に思われてるのかなっていう風に、自分のことをすごく第三者視点で見ちゃうんだよね。自分がどうしたいかこうしたいかじゃなくって、周りから見た私ってどうなんだろうとか、周りから見たこの付き合い方ってどうなの？理想的かな？合ってるかな？みたいな風に思ってしまうこと。うん。あるから、だから、なんか、言いたいことを言えなくて、やっぱりすごく飲み込んでしまうことも多いし、なんか、相手の望むことを言ってあげる。うん、本当は良くないって思っていても、なんかこう、本当にこう遠回しにね、言葉を濁して、本当はその相手が直した方がいいんだけれども、例えばね、
そうだよねって、向こうもそういう言い方しなくてもいいのにねっていうふうに、ちょっとまあ、かばってあげたりとかね。うん。なんかすごい嫌な言い方を自分がされちゃった時も、すごく傷ついちゃうんだけど、その時には言わないで、なんだろうな。こう、ちょっと、まあ、落ち込むというか沈む感じで、相手が、あ、言い過ぎたかなと思ってごめんねっていう流れだったりとかね。うん。そういった感じで、すごくね、相手に、こう、誠実であろうとする。いい恋愛をしようとする。で、その思いが強いから、なんかこう、自分を後回しにしたり、自分で自分のことをないがしろにしちゃってる部分があるのかなって、うん、いうところだよね。だから、なんかこう、あと、なんだろう。あなたの外見がタイプとか、うん、そういったところで、まあ結構、その、来られちゃっても受け入れちゃうみたいな。あなたの内面よりも、外面的なこと、うん。外見とか、例えば、その、服装のセンスとか雰囲気、髪型とかね。あとそういう、自分のバックボーンっていうのかな。まあ、大学とか高校とか中学とか家柄とかね。なんかそういうものをもってして、こう、いいなって思ってくれてる人を、がいたとして、うん、あなたはそのね、相手が自分のことを好きって言ってくれる気持ちに応えようとするみたいなね。うん、なんかそういうところが、やっぱ苦しさの要因でもあるのかなって。本当は自分の内面を知ってほしいし、自分の内面を理解してほしいって。こういう、私は本当はこういう人間なんだなって、こう、思っている自分をありのままに出したとしても、相手がそれをそうなんだねって、受け止めてもらえる恋愛がしたいんだけれども、なんかこう、相手の理想、うん、表面的な美しさを求められて、それを、なんかそれでも好きになってくれたからっていう、誠実な思いで答えようとするから、ちょっとジレンマというか、その、疲れ、ストレスっていうのかな、うん、こう、生まれてきちゃうんだと思うんだよね。うん。なので、あなたはもっと、こう、自分に対して愛情を注いでくれる人っていうのが、まず大事なんだけど、やっぱね、こうね、逆に、この願望成就とね、幸せな成功が逆に来てるっていうことは、どっちかっていうと、あなたが幸せだったり、あなたが成功することよりも、相手が幸せだったり、相手が成功していることの方が多いと思うんだよね。なんかもう影の立役者だったりとかね。うん。あなたが情報するから相手が幸せ。あなたがあれこれ察してうまく立ち回るから相手が仕事がうまくいくとかね。うん、周りからうまく評価されるとかね、うん。そういう周りの評判がいいみたいな。あなたがいろいろやってあげてるから相手のその評価が高くなるとか評判が上がる。し、あなたがあれこれ気を回してやってあげてるから相手はすごく幸せなんだよね。でもじゃああなたはそれをね、しただけの見返りがあるのかなっていうと、そうではないっていうところ。で、それがね、決してね、不幸だっていうふうに私は絶対言わないよ。だって、それはさ、必ずしも、その、なんだろう、悪いことばかりじゃなくって、陰徳としてね、うん、もう見えない徳として、あなたに積み重なっている、うん、積み上げられているものだから、全然いいの。なんだけど、その、あまりにも相手に、この合わせすぎちゃったりとか、相手を立てすぎる、相手をこうフォローしすぎると、このカードのもう一個の注意点は、相手がダメンズになっちゃうっていうこと。うん、これでいいんだと思い込んじゃって、あなたをどんどん、その、これでいいんだっていう感覚で、ぐいぐい来ちゃう。だから、あなたが疲れていても、週3会ってくれたんだから、もう一日増やしてもいいよね、だったりとか、まあ、これはね、体の関係もそうだと思う。あなたがあまり気乗りしなくても、お願いっていう感じで、まあ、そういう、まあ、関係をね、こう持ってしまうとかね、うん、そういう感じで、なんかあなたが譲歩することが当たり前になっちゃうってことを起こしやすいから、気をつけようねっていうことをすごくね、感じるんだよね。うん。相手を思っていることは素晴らしいことだけれども、でもそれが相手が当たり前になってしまって、あなたが譲ることを我慢することが当然ってならないようにしなければいけない。だからそこは、ある程度、自分の中でも、うん、こう計算したりとか、うまくやんないと、相手もそういう、こう、なんだろうね、こう、無遠慮になっていくとか、うん、配慮が足りない人間、うん、遠慮がない、配慮がない、
そしてデリカシーがない人間になっていくから、そこは気をつけなきゃいけないなっていうところ。うん。あなたがあまりにも相手のことや周りのことを気にしすぎちゃって自分を抑えすぎちゃうと結局相手が増長しちゃうし、ダメンズになっていっちゃったり、そのメンヘラの女性になっていっちゃったり、うん。もっともっとって要求してくる人間になってきちゃうから、ある程度線引きをして、うん。あなたの誠意とか誠実さっていうものは、あなたのためだけじゃないって、お互いのためにあるんだっていうことを言ってほしい。私のこの思いっていうのは、私のためでもあるんだって。うん、だからあなたが私を、軽んじることとか、これでいいんだって思い込むことはやめてほしいんだっていうことを、やっぱりね、言うこと、うん。言うことは大事だよねって。今まではぐーって飲み込んでた。だけど、これからはちゃんと伝えること。うん。これからはもっとこう、ちゃんと自分のね、大事な核の部分、芯の部分ね、はしっかり守ること。うん。それがね、大事だなっていうふうに思いますね。うん。で続いては仕事で、まあ、あなたをね、縛るものっていうのを見ていきたいと思います。これもね、まず一個に入ってくるのはね、まずね、仕事で成功することを恐れているっていうのがまず入ってくる。なんかね、うまくいっちゃいけないような、なんかこう、これ祝福なんだけど、成功しちゃいけないような。でも、あなたが仕事で成功するっていうことは、まあ、神様との約束だったりとか、自分の人生設計の中に組み込まれているから、仕事という表現方法であなたは成功を、感じなければいけないって私は思うんだよね。うん。なんだけど、あなた自身が成功に対する恐れとか不安があると思うんだよね。うまくいっちゃったらどうしよう。お金を稼ぎすぎちゃったらどうしよう。みたいな雰囲気。そういうものだったりとか、あと、自分がすごくね、持っている才能とか、根本的なもの。うん、持ってるんだけど、なんかね、活かしきれてないんだと思う。で、それの原因今から探っていくんだけれども、まずね、一個は、あなた自身が根本的なところで言ったんだけど、自分の長所とか良さとか素晴らしさを過小評価してる。もっと自分のことをね、誇りに思ってほしいっていうことをね、言ってきているんだよね。今までやってきたことを、してきたことを、うん、思ってきたこと、全部誇りに思ってほしいって、素晴らしいって。なんだけど、それを仕事に生かすとなると、どうしてもためらっちゃうんだよね。で、まず、その要因としてあるのが、あなたが大事にしていることとか、基礎となる思い、仕事に対する、それをね、まあ、軽んじられたりとか、拒否されたりとか、あと、無限に扱われたりとか、あと横取りされたりしたことあるんじゃないかなって。私は仕事に対してこういう大事な思いがあるとか、これを大事にしてやっているとか、人それぞれあると思うんだよね。まあ、マイルールって言ってしまえばそれまでなんだけれども、例えば、接客業していれば、接客となる軸となる自分の信念があると思うの。うん。こういう接客をしたい。こういう対応をしたい。っていうことだったりとかね。だけど、上司とか会社の方針で、そういうのはいいから、とにかく早くこなしてとかね。うん。なんか、そういう時にはもう、こういう対応して、みたいな感じで言われちゃったりとかして、でも私は、真心を持って接したい、みたいなことがあったとしたら、そういう意味で、あなたのやりたいことを潰されてしまったりとか、あと、あなたが何か大事なことをね、気づいて、ね、それを何とかしようとした時に、それを横取りされちゃうとか、あなたが一生懸命温めてきた企画とかを、そう、取られちゃったりとか、あなたのものなのに、その、違う人の発案として出されてしまったりとかね。そういうことだったりとか、そういうことで、そういう仕事に対してのモチベーションが下がることがね、結構、根本的な部分であったんだと思うんだよね。確かにね、あなたの目線で話すと、私は、こういうことに気づくとか、こういうことを、リスクマネジメントとかね、その、
ここを最初にやらなければいけないって優先順位とかね、わかると。なんだけど、わけわかんない人の横やりとか、わけわかんないことを考えている人の優先順位を優先されちゃって、もうおかしくなっちゃうみたいな。で、そういう尻拭いばっかりしてるから嫌になっちゃうみたいなことだったりとかね。うん。だから、A を選んでくれた方は、転職が多いのかなって。やっぱり、ある程度その職場に慣れてしまった時に、もうここではこれ以上自分成長しないし、もう得るものはないなと思って次に行く。で、次もそうなんだよね。ここでも新しいこと覚えたし、自分のためになったけど、でも、この時給以上対価は望めないかなっていうとこだったりとかね。うん。すごく売り上げに貢献してるのに自分のね、お給料に反映されないとか、従業員みんなが頑張っても会社がね、搾取体質っていうのかな、全然還元しないとかね、そういう会社だったりとか、うん。あとその、家族経営とかね、個人経営で、うん、結局その、自分ばっかり尻拭いして、それが当たり前になっちゃってるみたいなね、うん、感謝もされなくなっちゃったみたいなことだったりとかね。で、もう一個よ、その、もう一つのパターンとしてあるのが、自分の思ってることを言って、クビになったらどうしようと思って怖くて言えない人もすごくいると思うんだよね。うん。新しい場所で働くのが怖い。うん、転職するのが怖い。だから、自分の思ってることを言わない。って言ってトラブルになって、なんかこう、辞めさせられたり、辞めなきゃいけなくなる状況が怖いから、うん。なんかそういう、気持ちで我慢しちゃうっていうことがね、あるんじゃないかなっていうところ。でもね、やっぱね、すごくね、センスがすごくあると思うの。なぜなら仕事で成功するっていうものを、もう背負って出てきてるから、自分が興味があることをやりたいと思ったことに対しては、すごく伸びるんだと思うの。で、稼げると思うの。だけど、それに対して自信がないとか、じゃあ逆にうまくいっちゃった時に私ってどうやって経営していけばいいのかわからないってなって怖くなっちゃう。だから、この自分に対する過小評価とか恐れを手放すことで、自分の、仕事に対する視点、目を向ける視点に対してもっと自信持ってほしい、誇りを持ってほしい。こういうリスクマネジメントができて、こういう優先順位を取れてやっていけばうまくやっていけるから、自分個人の経営だったら。だから、もし、まだやりたいことがある人がいるならば、そうやりたいことをまずやってみる。そして、勉強することを始めるっていうことをね、やってほしいなって。情報さえちゃんと手に入れば、あなたはやりくりできるから。足りないのは情報。まあ、これね、そういうのは、まあ、コミュニケーションとか情報っていうのもあるから、あなたがもっと勇気を出して、情報をね、仕入れて、それ、情報を、整理整頓、精査して、自分のやるべきことを、優先順位をつければ、一歩一歩階段を登るようにやるべきことが分かってきて、少しずつ少しずつね、うまくやっていけると思うんだよね。だから、大きな成功をガッと望めないにしても、あれ？気づいたらやりたいことやって食べていけてるな、みたいなことが起こると思うんだよね。うん。で、転職も怖がらないで大丈夫。あなたほどの才能があれば、ね、こんだけ気遣いで相手のことを考えて動ける人が、仕事で成功しないなんてことはありえないから。だから仕事の、もう、7割8割は人間関係だったりとか、コミュニケーションなんだよね、絶対的に。コミュニケーションの能力が高ければ、仕事の能力っていうのは後からついてくるのよ。だって、コミュニケーション能力が高ければ、まず人に聞くことができる。そして、聞いた人に対してちゃんとお礼を言える、感謝をできる。で、そうやって人間関係が円滑に行けば、必ずフォローしてもらえるし、フォローしてもらえたことに対して絶対感謝をする。そして、あなたもお返しをする。フォロー返しをする。っていうことが円滑に進んでいくと、うん、全体的にこう、働きやすい環境に変わっていくから、で、この話をして、いや、私は、全然もう、例えばもう、そういう、輪にもね、馴染めないし、意地悪されることが多いんですっていう人、もしいたら、ここなんだよね、原因。うん。自分の、スピリチュアルの求めてる要素と、周りの考えてるレベルが低いから合わないの。だから、そういう職場すぐやめていいです。合わないから。もうね、
そういう会社って大体ね、おしゃべりが多いとか、噂話が好きとか、足の引っ張り合いが起きてる。そういう職場はね、そこに無理にいなくていいです。時間の無駄だから。職種なんていっぱいあるし、仕事場もいっぱいある。今、それこそね、職歴なんて、別に、書くこと、履歴書で書くことは大事だけども、要所でいいと思うのよ。そんないちいち全部細かいことばーって書かなくてもいいと思う。まあ、なるべく長く勤めたところを書けばいいし、今時ね、転職があるのは当たり前だし、面接とかでね、まあ、突っ込まれることあると思うんだよね。この期間何してたんですかとか、それでも、なんかそういうのはさ、自分に合う仕事探してましたとか、スキルアップのために勉強してましたとかね、そういうことを言ってもいいと思うし、まあ、そういうこといちいち突っ込んできてもしょうがないしね。何が大事かっていうと、自分がどういうふうに仕事に向き合っているか、やっていきたいかっていうことが大事だからね。そういうところをちゃんと見てくれる会社に入る方がいいと思う。なんか、そういうどうでもいいことつついてきて、あれこれほじくってくる会社は、仕事もどうでもいいことほじくって、成果が出ない会社だから、逆にこっちが面接してやるぐらいの気持ちでいいと思うんだよね。今は対等だから。ね。で、その対等っていうのはね、働いてやってる、雇ってやってるってことじゃないの。何でもそうだけど、ね、働いてもらえてる。働かせてもらえてるって、そういう感謝の気持ちがベースにあっての対等なんだよね。だから、この感謝の気持ちがベースにないところに、対等っていうのはもうお互いね、こっち働いてやってるしって思うし、向こうも働かせてやってるしって、そんなね、イガイガしたところで働いても面白くないから、絶対にベースは感謝があること。みんなが働いてくれてるからって言ってくれる上司がいること、そういう会社であること、で、働いてる側も会社のために少しでもね、自分でできることだったらやりますっていう、そういうふうに思える人が多いところ。それが理想的な会社だから、まあ、難しいんだけどね、そういう理想的な会社ってまず求人ないから、人が辞めないからね。だから自分で働くっていうことも選択し、自分がやりたいことを、個人事業主ってやることも大事だし、で、個人事業主だけで食べていけないこともいっぱいあるよね。そういう時には、副業として、例えば、データのね、入力する仕事をやるとか、それで副業としてね、まあ、10万とか稼いで、本業でもね、10万とかで稼いでやっていくとか、こっちの伸びしろが上がるまでは副業で、そういう、派遣とかね、フルで働かないで家でできるそういう仕事だったりとか探してやってみたりとか、週3、週4とかでもいい仕事とか、短時間ですぐ仕事を副業として捉える。こっちを本業じゃなくてね、副業として捉えながら本業を伸ばしていく、やりたいことを伸ばしていくっていう働き方でもいいと思うの。で、そういうことを情報を集めて自分でやっていく。そして成功することを拒否しない。仕事でうまくいくことをね、否定しないでほしい。もうこの考え方に変えていくだけで全然変わっていくと思うんだよね。で、キーカードね。まずこれはね、食事、を変えましょうって来てるんだけど、これはね、もうね、楽しい食事をイメージしてほしい。なんかこう、食べること、栄養補給が目的になっている食事の仕方もったいないから、もっとこう、自分の中で食器を変えてみるとか、お花を用意するとか、ね、こう、箸とか、箸置きとか、ランチョンマットとかを自分の好きなものにするとか、こう、自分のテンションが上がる食事の仕方をしてみたりとか、そう、なんか、ただただ栄養を入れるためだけど、もう本当に、ね、食べるだけみたいな食事はもったいないから、せっかく自分に体に入れる栄養源にいいエネルギーを周りにね、出して楽しい。目で見て楽しい。匂いで楽しい。ね、味で楽しいって、気持ちが楽しいっていう食事をしてほしいなって。で、これは、例えばね、甘いものが好き、アルコールが好きってあると思うんだよね。だけど、それを、常態化しないでほしいなって言ってる。お酒を毎日飲む習慣がある人はちょっとね、休館日、1日。で、1日休館日慣れたら2日。休館日を週2日設ける。ということをする。で、毎日甘いものを食べなきゃね、ちょっとストレスがあってる人は1日だけ甘いものを食べない日を抜く日を作るっていうね。そういう自分に対してデトックスをする日を設けてほしい。我慢できるっていうところがすごく大事だから。で、その我慢した分で、
その分お金浮くでしょ。ビール1本ね、お菓子1個、そのお金をもっと違う楽しい食事にできるようにグレードアップするようにやってほしいなっていうこと。そして食事を楽しむ相手も大事だよって、なんかいやいや食べなきゃいけない相手と食べるんじゃなくって、やっぱりこう自分の心が楽な食べ方をしてほしいなって。こう家族みんなで食べるっていう、まあ方法もあるけど、でも嫌味言ってくるお姑さんと一緒に食べても美味しくないんだから、そういう時にはお先にどうぞって言って、嫁は残り物食べますんでなんて言いながら、みんなが行ったら自分だけ美味しいもの食べればいいと思うしね、うまくやりくりやってしてほしいなっていうのを思います。で、もう一個は、愛のある生活。これはね、別にね、こう、恋愛とか、パートナーに限らずに、あなたにとって愛のある生活してほしいんだよね。さっきも言ったけど、本来のこう、ワクワクするような、こう、キャッキャするようなね、子供がね、そういう自分の心が、こう、もう、浮き上がるようなね、ワクワクするような、そういうね、瞬間を増やしてほしい。瞬間でいいの。一瞬でいいの。その一瞬を増やしていってほしいんだよね。だから自分にとって愛のある生活って何かなっていうのを、このリーディングを機会にすごくね、考えてほしいなって。自分にとって愛のある生活って何って。食べるもの？それとも仕事？それとも友達？それとも家族関係？それともそもそもの生き方かなっていうふうに。まず自分が、我慢しすぎてないかなとか、人に譲りすぎてないかなっていうこと。それって、愛はあるけど、人に向ける愛ばかりだよねって。自分に対してもっと愛を向けて生きてほしいなっていうふうにね、思います。愛のある生活っていうのは、自分自身が自分にもっと愛情を注いでほしい。さっきも言ったけど、ね、アルコールとか甘いもの好きなら別に全部抜けとは言わない。でも、それに、頼りすぎちゃうと、それは、愛のある生活じゃなくて、依存する生活になっちゃうからね。依存じゃないの。愛と依存ってすごく似てるから、ここね、今、A を選んでくれてる方に対してのアドバイスは、自分の中で依存と愛の違いを、ちゃんとね、見つけてほしいなって。これはね、もう自分の中で見つけるしかないから、アドバイスすることしかできないんだけれども、依存はね、苦しいの。亡くなったら。でも愛って、それがなくなっても苦しくないの。なぜなら愛っていうのは無償のものだから。そのものがなくなったとしても、やりきったっていう達成感や清々しさはあるんだけど、依存は、ここまでやったのにっていう執着だったりとか、損切りできないんだよね。こんなに私時間かけたのにって引くことができない。こんなに愛情かけたのにっていうふうに手放すことができない。それは愛じゃなくて依存になってしまってるからね。あなたにとっての愛っていうのはもっと気高くて崇高で清々しくってもっとスッキリとしたものだと思うから、そこをね、自分のために自分にとって愛のある生活って何かなっていうふうにじっくりね考えてもらいたいなっていうふうに思います。そうすると自ずと自分を縛ってるものって何だったんだろうっていうふうにわかるし、その縛りっていうのは自分の中にあること、そしてそれを解放した時に自分にとって本当に求める愛が手に入るっていうふうに信じて、一生懸命考えて行動して気づいて、切り替えて動いていってほしいなっていうふうに思います。ということでね、A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは B の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずはね、難易的な要素。まして、生まれ持った思考とか性格とか見ていきたいと思います。良くも悪くも達観してるっ
ていうものが根本的にあると思うんだよね。これはね、もうね、小さい頃からそうだと思うんだけど、なんかね、ものすごくね、物事をね、冷静に見たりとか、達観して見ているっていう風に、周りにも思われるし、自分でも、なんかこう、なんか、諦めがいいというか、執着しないというか、そういう感じなのも入ってくるんだよね。例えば、親とかに対しても、なんか、親はこういう人、みたいな感じ、例えば、おじいちゃんおばあちゃんが変なこと言っても、あ、年取ってるからかな、みたいな風に、すごくね、誰に教わったわけでもないんだけど、すごくこう、わかる。すごいね、理解力があるというか、そうなんだよね。で、あと、やっぱりいろんなことあったと思うんだけど、すべて、なんだろう、その、悪い風に考えないようにしようとするものが、もともと、ね、こう、魂に組み込まれているというか、それが、もらった、まあ、神様からもらったギフトみたいな感じなのかもしれないんだけれども、基本的には、なんかね、こう、思ったより悪くならないとか、ラッキーとかね、そういうことが多かったんじゃないかなっていう、すごく、例えばね、不摂生にしていたのに、健康面で問題がないとか、ものすごくこう、他の人から見たら大変な人生だね、なるんだけど、あなたからしてみると、まあ、大変だったかもしれないけど、なんかこう忘れちゃったみたいな風に、あんまり、覚えてないんだよねっていう風になったりとか、なんかそういう風に、すごくこう、そう、物事良くも悪くも全然執着しないものがあるんだと思うんだよね。性格的なものでね。で、でもね、すごくね、大事にしているものっていうのがあって、それは、多分、心とか、尊厳っていうものとかな、こう、尊重されるべきものっていうものが多分あるんだと思うんだよね。マスター来てるし。で、自分が成長するっていうよりかは、周りを成長させるためにいるっていう感じがすごいするの。だから、大人びた考えとか、子供らしくないっていうのは、そもそも、その自分の周りの成長を促すために、まあ、混んできてるのかなって思う感じがすごいするの。自分の学びよりも、周りの成長を助けるっていうような気がするんだよね。なんかもっと、すべてにおいて、もっとちゃんとした基盤を作るお手伝いをしているっていう感じがすごい入ってくるの。なんでも。だから、そういった意味では、あなたにとってものすごく辛かった大変な出来事も周りから見たら、淡々とこなしているとか、冷静に向き合っているとか、もっと、ね、言ってしまうと、そんな苦労してるようには思わないとか思えないっていうふうに、周りは思ったりするのかなっていうぐらい、すごくこう淡々とひょうひょうと、しているように周りは見えるっていうところかな、で、あなた自身もね、なんかこう自分は自分、周りは周り、相手は相手っていう風に、やっぱりすごくね、線引きしているし、それは相手を非難するとか、見下すとかじゃなくって違うんだよね。根本的に持ってるのは心とか尊重するものだから、相手のことを尊重しているし、自分も尊重しているっていう、そこの、目に見えないあなたのバリアというかな、そういうものがあって、周りはそのバリアが見えないから、なんていうのかな、こう、心に入り込んでくるような真似はするんだけど、あなた自身がバリアを持っているからね、入ってこようとする人に対してはきちんと線引きをしているみたいなイメージがすごいあるんだよね。向こうは入ってきてるんだけど、あなたは入れていないんだよね。だから、それは誰に対してもそう。身内であっても他人であっても。なんか本当に心の自分の真相の部分には誰も入れないっていうところ。そこが、
達観して見えるとかね。うん。他の人から見ると、すごく、こう、冷たいとかね、他人行儀とか、さっきも言ったけど、子供らしくないとかね。うん。いうふうに思われることもあるし、見る人が見たら、すごくこう、見極めてくれているから、うん、そういう、ちゃんと分かった上で、人とのその付き合い方をね、うん、ちゃんと知ってる人なんだなっていうふうに、分かってくれる人は分かってくれるんだと思うんだけどね。うん。そういう、こう、ものがあるのかなっていうね。うん。だから、例えばだけど、多いのは、多分、次男とか次女とか、まあ、いう人も、多いのかな。なぜなら、周りを見て、その自分を、のやるべきことを、こう、うまく掴み取るって感じがするのね。たと、そう、さっきも言ったけど、例えて言うならば、まあ、次男、次女的なポジション。長男、長女の怒られてるところを見て怒られないにしよう。褒められてるところを見て、ああやれば褒められるんだっていうふうに、状況を見て、なんか動けるような感じ。すべてにおいてそうなんだよね。うん。周りを見て、自分がどうこうではなくって、なんかそういうふうにこう、うん、分かってやるみたいな感じがすごい入ってくるんだね。だそれは、合理的だし、とても無駄がないというかね、スマートなんだよね。だけど、周りから見ると、例えばこう、人によっては情が浅いみたいな、深くないみたいなね、冷たいみたいな感じも見受けられるかもしれないけど、逆なんだよね。本当に大事にしているものがあるから、そこに集中しているだけであって、他は別にどうでもいいと思ってるわけじゃないんだよね。うん、守るべきこととか、自分の中で大事にしなきゃいけないことがあって、そっちに優先順位があるから、だから私はあなたを害さないし、あなたに何も言わないよっていう、だからあなたも私を害さないでほしいし、言わないでほしいっていう、あなたを尊重してるから私も尊重してねっていうスタンスなだけなんだよね。うん。そういった意味で、うん、すごくこう、周りを見て、周りを成長させることもあるし、周りを見て自分がそれを模倣して、なんかうまくやってるっていうこともあるだろうし、うん、とにかくすごくね、こう、達観してるんだよね。うん。すごくこう、分かっちゃう。なんか、分かっちゃうんだよね。分かっちゃうから、そつなくこなすんだよね。だからそれが、子供らしくないとかね、なんかこう、甘えてこないっていうふうに思われるかもしれないけど、だって分かっちゃうからしょうがないみたいな。うん。親のすることなすこと、おじいちゃんおばあちゃんのそういうこと出すことも分かっちゃうんだよね。あ、こういう考えだからこうしてるんだろうなって。あ、この人はこういう人だなっていうふうにね。だから、地雷を踏まないように行くし、こうやってやれば喜ぶってことも分かるし、それをうまくやっていく。だから計算高いっていうふうに思われると、さっき言ったみたいにこう淡々としてるとかね。なんかそういうふうに思われるかもしれないけど、無駄なことをしないっていうだけの話なんだよね。分かっちゃってるからね。人は分からないから模索して、あれこれチャレンジして挑戦して失敗してってなるんだけど、なんか分かっちゃうから、無駄なことをしないってものがあると思う。で、じゃあ、その、外因的な要素をね、見ていきたいと思います。これはね、一個すっごいすごい言ってきてることがあって、家庭環境だろうな、多分。なんかね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん身内とか、先生でもいいんだけど、ね、すごくね、狭い世界のことを、すごく常識的なことだっていう風に刷り込まれてる部分あると思う。世の中はそうじゃないんだけど、ものすごい狭い価値観の中で、これが世の中なんだ。これが常識なんだ。これが全てなんだっていうような、まあ、一種の洗脳とか刷り込みに近いよね。で、別に親とかその周りはね、悪気ないんだよね。だけど、あなたにとってはものすごく視野を狭められる。うん。なんかそういうものが根本的にあると思う。うん。それはね、長い年月かけて、
例えばだけどね、わかりやすく言うと、世間っていうのはね、怖いんだよ。恐ろしいんだよ。だからあなたはずっと家にいなきゃいけないっていうのが一番わかりやすいよね。うん。あなたの周りは敵だらけだからねって。だから、守るのは家族しかいない。だからあなたも家族を大事にしなさいっていうスタンスだったりとかね。うん。そう。なんか、おじいちゃんおばあちゃんは第一優先にするもの。だから、いくら、ね、おばあちゃんがお母さんのこといじめても、おばあちゃんが絶対みたいなね。うん、そういう感覚だったりとかね。うん。そういう、すごい狭い中での価値観を、すごく常識化のようにして、そこから出ないようにさせられてたっていうのもあるよね。うまくね。それは意図的なこともあるし、意図的じゃないこともあるかもしれない。だけど、うまい具合に、あなたのその、視野を広げるとか、いろんな情報入っていることをうまくシャットアウトできたんだよね。うん。だからあなたは、見つけることもわかることも、すごく時間かかったと思う。だから、世間に出て、あ、そうなんだってわかること多かったし、なんか、しない選択肢をしてもいいんだっていうことに気づいた。だから、今までずっとしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていうものにすごく縛られてきたんだけど、それをしなくてもいい、選ばなくてもいいっていう選択があることを知った時に、ものすごいびっくりしたと思うんだよね。うん。なんか、自分の信頼しているものっていうのは、すごく、閉鎖的でとか、すごくこう偏ったものでとか、あと、そういうこう、ある一定の人間の概念だったんだとかね。うん、そういうもの。例えばこれは、田舎に縛り付けるっていうのもそうかもしれないね。うん。あとはそのさ、身近にいる両親とかね、家族、親戚とかの関係性がそう。あと兄弟もそうだよね。例えば、長男兄、うん。長男優先っていうところで育てばそうだと思うしね。うん、あと男子がね、こう、男尊女子、女卑の場合には、男子が優遇されて、男の人が優遇されてって世界で生きてればそうだと思うし、だから、世の中に出て、社会に出て、例えばその地域を離れて、そうじゃないっていうことをしたときに、なんか本当に、ああ、自分って今までそういうふうに思って生きてきたけど、そうじゃないんだっていうふうに分かったりすることがね、あったんじゃないかなっていうところ。で、あとは、そのね、また、こっちにつながるんだけど、自分のね、すごくこう、もともと分かってしまう勘の良さっていうのかな、うん。勘のいい、分かってしまう、達観した部分っていうのは、すごく、抑えつけられてきた、来たって言ったら変なんだけれども、できること、分かっていることを、要は、でもやりなさい。でもこうしなさいっていう風に、させられてきたっていうのかな。なんか、あなたの見えていること、分かっていることは分かるんだけど、それ一旦置いといて、でもあなたはこれをしなきゃいけないんだよっていうところ。だから、あなたからすると、もう、ね、小学校卒業しているのに、ね、もう、中学校ももうそろそろ卒業だなって、高校の準備しなきゃって時に、小学校のね、算数をドリルやりなさいみたいなことを、こう言われるわけだよね。うん。だからそういう、なんかこう、自分がこれから行こうとしてる、やろうとしてる、知りたいって思ってることを、やっぱり周りの環境によって、こう、断念するとか、延期する、先延ばしにするってことをさせられてた気がするんだよね。ここ、未知の世界とか、まあ、発見とかね。あとこの庭園のね、カード。なんか、あなたはまだここにいなさい。あなたはまだここでやりなさいっていう。うん、本当はもう高校レベルなんだけど、まだ小学生だから小学校にいなさいっていうね。なんかそういう感覚。うん。だから、すごくね、無駄に同じことをずっと考えることが多かったんじゃないかなっていう。まあ、それはね、よく考えれば、まあ、どんなことでもね、何度も何度も考えていくうちに違う発見とかね、違う視点が出てくることもあるから、まあ、悪いことではないんだけれども、とにかくこう自分の言いたいこと、やりたいこと、したいことを、親の口癖、よく考えなさいみたいなこと言ってくるんじゃないかなって。よく考えたのみたいな。考えてるんだけどねみたいなね。だけど、なんかこう、親子の縁とかね、家族のしがらみとかね、
地域柄とか風習とかなんかそういうものが一番なんだっていうところがもしあるとするならば、そこを抜けるのにすごく苦労したんじゃないかなっていうところね。で、苦労するんじゃないかなって。まだ抜けられてない人もいると思うんだよね。なんか、一番大事なのは家族で、田舎っていうかその、ふるさと、自分の生まれ育った土地でっていうのを、やっぱこう、ずっと洗脳されてきたみたいなところだったり、そういう地域の考え方が、まあそういう洗脳、風習みたいな感じになっちゃってるのかなって、そういうのがすごく強く出やすかったのかなっていう。うん。もしかすると、一部の人は、異端児みたいな、ここにそぐわない考え、画期的なとか、斬新なとか、なんかそういう人もすごい多いんじゃないかな。すごく、そう、斬新で、目新しくって、もう、異端児、もう出る杭、すんごい出てる杭みたいな感じ、すごい違和感あるね、みたいな風に思われちゃう存在。で、それを薄々分かってるから自分を抑えてきたって人も多いだろうし、そう言われながらも、しょうがないじゃんっていうね、なんかその、自分の世界観があって、人の世界観もわかるから、だから、迷惑かけない程度に自分はこうやってやってるんだよっていう風にね、やってきた人もいると思うしね。で、続いては恋愛についてね、縛るものっていうのをね、見ていきたいと思います。これね、一言で言うと、めっちゃくちゃ考えすぎちゃうこと。もうそれがあなたを縛ってると思う。もうね、好きな人ができると、ものすごい考えちゃうの。いろんなこと。もうね、妄想と言っても過言ではないとこまで考えちゃう人もいると思う。まだ付き合ったばっかりなのに結婚した後のこと考えちゃうとかね、そこまですんごいストーリー出来上がっちゃったりとかね。そんぐらい、すごく考える人。恋愛についてめちゃめちゃ考える。で、これは考えすぎちゃうっていうカードね。愛すべき人ね。だから、自分にとって好きな人、愛する人ができた時には、もうめちゃくちゃ考えちゃうんだよね。で、考えすぎちゃって、で、理想が高すぎちゃって、勝手に相手をね、こういう人、ああいう人っていうふうに思って、片思いにありがちなんだけど、B を選んでくれた人の片思いは、好きになった人が自分の理想像に当てはめすぎちゃって、実際付き合ってみて、あ、違った、別れようってなる人もすごい、多いんじゃないかなってすごい思う。なんかやっぱり自分のこういう人なんだろうな、こういう恋愛がしたいなっていうのがすごくこう妄想がこう膨らんじゃってね。だから、違った時のギャップがすごく辛いっていうのもね、あるんじゃないかなっていうところ。がね、すごい入ってくる。で、あともう一個は、恋愛に対して臆病ってっていうのあると思うんだよね。なんかこう、自分の中の、こういう風な恋愛がしたい、こういう風にしてほしいっていう理想がいっぱいあるとして、なんか、一個二個叶わなかった時に、すぐ諦めちゃうっていう癖がある人多いのかな。なんか自分で壊しちゃうんだよね、その恋愛を。自分の方から。だから、B を選んでくれた人は自分から別れようっていうの多いんじゃないかなっていうのがまずある。で、いや、振られることが多いよっていう人は、これはね、自分でね、振られるように仕向けてるっていうのが正しいのかな。自己破壊っていうカード来てるから、もうダメになりそうだなと思った瞬間に、すごくこう、この恋愛が壊れるように自分で動いちゃうんだよね。で、相手からもう無理だから別れようっていう言葉を引き出して、あ、やっぱり振られたそうだったっていうふうに、自己満足しちゃうみたいなことが、もうあると思う。でもこれはね、安心してほしいのが、本当に愛すべき人と出会った時には、その恋愛うまくいく、長くいくから、自分の壊し癖とか、あと、その妄想癖を直して、理想を高く持ちすぎないこと、そして、向こうが一個二個三個、自分の理想と違っても、すぐ諦めない。自分が譲歩する、ということをしていくと、で、考えすぎない。例えば、恋愛していてね、一番多いのは連絡頻度
が、まあ、一番こう、揉め事になりやすいと思うんだけど、向こうがね、仕事が忙しくって、一日中連絡しなくても気にしないでほしい。それこそ二日三日、もう立て込んでて連絡できない時あるからねっていう風に自己申告してくる分には、もう浮気とかね、うん、そうじゃないことを疑わないでほしい。考えすぎちゃうから、私のこと嫌いになっちゃったのかな、なんか私のことが気にならなくって他に好きな人ができたのかなみたいなのに考えないでほしい。うん。そういうふうに考えすぎちゃってどんどん壊してっちゃうから、それがね、あなたにとってすごく縛ってる。うん。もう考えすぎて、もともと理想がいっぱいある。で、考えすぎちゃって、そうじゃない時のものも膨らんでいっちゃって、で、なるべく壊す方に進んでいっちゃうっていう悪い癖が発動しないように、たとえ理想と違っても、条件から外れても、向こうの行動が2、3おかしくても、ちょっと長い目で見てほしい。うん。長い目で見て、どうしても譲れること、ね。譲れないことの、そのものを、ちゃんと究極まで見極めてからにしてほしいなって。あのね、長く付き合っていくと、その、実はね、許せることって増えてくんだよね。付き合いが浅いうち、うん。まずは、人となりをね、よく知らないうちっていうのはね、やっぱね、減点方式、焼却方式で人を見ていくのよ。で、結局、信頼関係が、ちゃんとね、100% のとこで、まあ、そこから始まっていくんだけど、この信頼関係 100% になる前に、減点方式とかね、うん。そういう、まあ、マイナスのことを見てって、信頼関係築けなくって、ダメになる恋愛っていうの結構多くって、最初に人と人としての向き合い方をすること。なんか、うん、自分の方が好きになったから、こう、相手に譲るとかね、相手の言うことを 100% 聞くとかじゃないし、自分と付き合ってって思ってるんでしょっていうスタンスで、だったら全部おごってよとかね、うん、私に合わせてよってスタンスじゃなくって、お互いに譲れるところとか思いやれることを精一杯最初に出す。恋愛はね。先に出すの優しさとか思えるは先に出してしまう。お互いにね。で、自分が出しても向こうが出ししぶるときには、やっぱり信頼関係って築き上げられないんだなって思う。それでも、自分が出せるとこまで出して、それでも相手が気づかない。うん。甘えてくるっていうのであれば切っていいと思う。でも、人間って成長するものだから、成長する人はね。そこで、あれって、なんかこんなにしてくれたのに自分は全然返すことができなくってごめんねって気づいて謝れる人もいるの。で、この人が気づいて謝れた瞬間、もうね、一個譲ることができたら他ってだんだん譲っていくことができるんだよね。この最初の気づきとか許しっていうものを得られるまでもうちょっと我慢すればいいんじゃないかなって。なんか諦めるのが早いのかなーってちょっと感じちゃうんだよね。うん。で、まあ、こういうとね、じゃあ、一ヶ月待てばいいんですか？半年待てばいいんですか？一年待てばいいんですか？っていうふうに、まあ、聞いてくる方も、まあ、中にはいらっしゃると思うんだけども、それっていうのは、やっぱりね、その人との縁だから、期間っていうのはね、定まってないんだよね。自分の中で、例えば、一年が長いっていう人もいれば、一年ってあっという間って思う人もいると思うんだよね。それって、やっぱ自分のさじ加減でもあり、相手のさじ加減もあるからね。だから、一年は長いと思うのか短いと思うのかっていうのは自分がその人と、ね、本当に長く付き合っていきたいのか結婚視野に入れるのかっていうところまで考えた上で、うん、見極めにねじゃあ半年かけようって決めたりね、まあ、3ヶ月で人を見極めるって難しいからねやっぱり半年から1年かけて見極めてそこで相手がやっぱりね、謝ったり譲るっていうことができたときに、じゃあそれをの回数をね、増やしてあげるように、また3ヶ月、半年間、そこをまたね、こう条件を出してクリアしていってっていううちに、だいたい2年、3年付き合ってったら、お互いの長所、短所も分かり合って、その上で譲れることは譲って、相手がどうしても譲れないっていうことはこっちが譲歩してあげる。その代わり、こっちがどうしても譲れないよっていうことは相手に譲歩してもらうっていうことを、やっぱりこう話し合ったりとか、あとそういう、まあ、思いやりっていうのかな、気遣いでね、カバーし合っていって、で、本当に、まあ、譲れない何点か以外のことは、まあ、譲れるようになっていくんだと思うんだよね。で、そうしないとどうしても結婚生活っていうのは難しくなっていっちゃうよね。自分が譲れないばっかりのお互いが付き合ったって絶対うまくいかないんだから、
なんか譲れることを増やしていくっていうこと、そして譲ってもらったらお互いにありがとうっていう関係性、そういうものを目指していこうねっていうのを最初に話せるかどうかっていうのも大きな問題でなってくるんだけどね。うん。だからあなたが悲しい思いをしないためにはあまり考えすぎないことだよねってきてる。で、あなたの理想とか、うん、こう条件っていっぱいあると思うんだけど、やっぱりこう、ね、それがね、まあ、2、3個、最初に2、3個つまずいたからといって、残りがね、もしかしたらすごくいいかもしれないから、うん。なるべく見極める期間を長くしてね、相手に気づいてもらう、譲ってもらう、謝ってもらうっていうことをしていく。だから、なるべく自分で壊さないようにしていくことっていうのが、あなたが本当に、その、長くね、付き合っていくためのコツって、長く付き合っていくと、すごくね、やっぱね、愛情関係がね、バイバイ方式にね、築き上げられていきやすいから、うん。やっぱりこう、本当にね、愛すべき人、うん、運命の人と出会った時には、ものすごく長く、うまく付き合っていける。でもその時にも気をつけてほしいのが、自己破壊しないでほしいってこと。うん、自分で壊さないようにしてほしい。壊れないように努力をしてほしい。で、相手にも譲ってもらえるような働きかけを自分からしてほしい。自分一切何にも言わず、働きかけもせず、相手が気づいてくれればいいなは、まず無理だからね。うん。あなたの方が、私はこういうことが苦手だよ。こういうことされたら嬉しいよって、あなたの方から働きかけていって、理想と現実のギャップをあなたが自分で減らしていくっていうことをやると、すごくいいんじゃないかな。それが本当にね、縛っている、恋愛を縛っている要素になっていると思います、うん。続いては仕事について見ていきたいと思います。うん。ああ。仕事もね、うん。やっぱね、すごい、あれだな。あなたがね、仕事的なんだよね。仕事できる人。だからこそ、すごい、目の敵にされたり、敵対心むき出しにしてくる人に、必ずと言っても出会うと思う。このカードの並びから来ると、どんな職場で働いても、どんな部署に行っても、あなたのことを目の敵にするとか、足を引っ張る人出てくると思うんだよね。うん、なぜかって言うと、あなたが仕事的人間だから。仕事ができる人間だから、うん。やっぱ自分の立場が危うくなると思って、めちゃくちゃ敵意むき出しにしてくるし、あなたが頭角を現したり仕事を覚えたり仕事ができるようになると、相手が仕事ができなかったことをミスしたことをほじくり返されるんじゃないかって、会社に与えた損害がバレてしまうんじゃないかって思うから、必死で隠そうとして対立してくるんだよね。もう場をごちゃごちゃにしてあなたと対立して、もうね、うん、あなたを追い出そうとする。そういう場面すごい多いと思う。美を選んでくれた人。だから、なんか契約期間があるんだけど、やりたいことがあるんだけど、その場を離れなきゃいけなかったっていう職場もあると思う。うん。だけど、まあ、そうね、あなたにとっては、そういうところはね、苦しいばかりだから、ちょっとね、時間をかけるしかない。ここでもやっぱね、時間を取るってきてるんだよね。うん。B の選択肢を選んでくれた方はね、何においてもやっぱね、時間がかかると思う。これも時間のカードだしね。やっぱね、人間関係、恋愛、仕事、すべてにおいてものすごく時間がかかる。自分、その価値観から抜け出すのにも時間がかかるし、恋愛においても時間をかけて構築しなければならないし、仕事も自分が本当に働きやすくなるためにものすごく時間がかかる。その敵対する人を、ね、こう、前歯に堂々って収めて、うん、諌めて。で、そういう、もう、混沌としてるもう、めちゃくちゃな状況を自分で整理整頓して、それにも時間かかる。で、自分が働きやすい状況にやりやすいようにやるためにはめちゃくちゃ時間がかかるんだけれども、でも、そうする価値があるって、ここもここも言ってるね。うん。時間をかけて何かをやり遂げることは、あなたにとってめちゃくちゃ価値があるから、価値があるし、それが人生のテーマかもしれないね。時間をかけて何かを築き上げることが、今世のあなたのテーマの一つでもあるから、恋愛においても仕事においても、すごく長い時間をかけて欲しかったものを手に入れる。これがテーマな気がするね。だからそれを、壊さないようにすること。で、
壊してしまうことによって、あなたが本当に手に入れたいものが手に入らなくなってるから、それがあなたを縛ってるものなんだよね。うん。やっぱりこう、諦めてしまうこととか、自らもいいやって手放してしまうことが、ちょっと今まで多かったり、あと、それをしたことによって大事なものが手に入らなかったこともあったんじゃないかなって。で、過去を振り返ってもしょうがないし、過去の反省点を生かして、これからが大事だから。これからは、ちょっとね、その時間をかけてみること。さっきも言ったんだけど、じゃあ、時間って、ね、3ヶ月なんですか、半年なんですか、1年なんですか、5年なんですかって言われちゃうと、もうそれはね、本当にその人の運命の人生の問題だから、占いでは、そこをね、こう、言うことは、まあ、ルール違反になっちゃう部分もあるしね。うん。あと、言うことによって運命変わっちゃうこともあるから、ちょっとね、安易にそれをね、口出すことができないんだけれども、でも、あなたが無理だなって思った先にもっといい答えがある可能性あるから、無理だなって思うことは、そうね、これはね、仏様の言葉を借りて3回、うん、もう無理だと思うことを3回我慢してください。で、3回目にやめていいです。うん、仕事はね、もう我慢できねえと思ったことが3回起きたら、その職場離れてもいい。だけど、多分なんだけど、次の職場でもまた目の敵にする人出てくると思うんだよね。もう仕事できるからしょうがない、それは。もうね、ここを避けたいと思うなら、社長になるしかないんだけど、自分で事業を起こすしかないとか、個人事業主になるしかないんだけれども、個人事業主になったとしても、仕事を立ち上げたとしても、やっぱりね、ライバル視してくる人が出てくるし、ライバル会社が出てくる。うん。そこを時間かけて平定する。うん。平らにする。収めるっていうことがあなたのチャレンジだと思うんだよ、人生のね。うん。だから、縛ることっていうのは、やっぱりその、なんだろう、うまくいかないことが起こった時に、ちょっと、すぐこう手放してしまうこと、自分で壊しちゃうことっていうのは、逆に縛っちゃってるから、少し、もう少し、3回、3回までは、うん。我慢した先に、あなたの本当に欲しかった、例えば、周りから認められることだったりとか、賞賛、あと仕事の、そういう、あなたがいなくなって困るわっていう状況だったりとか、あなたが欲しいものを手に入るから。で、その上で辞める方があなたにとっては幸せだと思う。なんか、よくわかんないけど揉めて辞めてったよねっていう人じゃなくって、うん、あの人はそこまで我慢して、ね、上司もあそこまで我慢させて、会社もなんで見なかったんだろうねっていうような、会社とか上司に対してのなんでっていう疑問を周りに残しながら辞める方が、あなたにとっても会社にとっても周りにとってもいいことだと思うんだよね。そこが気づきのきっかけだから。うん。だからそれは、そうそう、あなたにとって本当に求めるものだと思うんだよね。あなたがどれだけ仕事ができたかとか、あなたの存在がどれだけ大きかったかっていうことが、周りが分かって認識してっていうことが大事だから。そこに至るまでは、ちょっと我慢することも大事なのかなっていうふうに出てきていますね。うん。で、キーカード。これはね、まあ、自然とのつながりと、あと、うん。うん、すべて大丈夫。順調にいってる。もうオールオーケー、大丈夫、大丈夫って言ってるので、まあ、すべてを通して、まあ、全体的に言うんだけれども、もうね、やっぱね、仕事ができる。そりゃそうだよね。だって分かるんだもん、感覚で。感が鋭いし、分かっちゃうから。なんかもう人のことも分かっちゃうし、物事の筋道も分かっちゃうし、分かっちゃう。だけど、恋愛に関しては分かっちゃうから、分かりみが深いから、分かりすぎちゃって考えすぎちゃうのよ。考えすぎちゃった結果、もうダメになることが怖くって、先に自分で壊しちゃうんだよね。仕事もそう。もうすごく自分ができちゃうから、できない人の厄介とか邪魔がすごくうざくって辞めたくなっちゃうのよ。だけど、そういう人を、まあ、反省させたりとか、あと、収める。その場の混乱を収めるのもあなたの役割、役目として担って生まれてきてるから、ちょっと頑張るってことが大事。うん。で、そういう時にはね、花粉症の人はごめんね。やっぱね、花粉がない時期とか、花粉がない植物に、つながってほしいんだけど、自然とつながる。うん。まあ、公園に行けって言うと公園花粉があるから気をつけてほしいんだけれども、でも花粉がないね。そういう場所とか時期もあるから、で、ダメならそういう観葉植物をね、お部屋に入れるとか飾るとかすることもいいしね、好きな花を買うでもいいし、なんかそういう、蝶々とか鳥の写真の絵を飾るのもいいと思うんだよね。なんか今浮かんだんだけど、A4 のそういう、あんじゃない、なんだっけ、額縁みたいなフレーム、そうそう、フォトフレーム、うん、に
蝶々とかね、鳥さんのね、写真をね、こう、A4 とか、B5 サイズに引き伸ばして、うん、それを飾るっていうのすごくいいと思う。うん。なんか玄関でもいいし、トイレでもいいし、リビングでもいいし、寝室でもいいしね。うん。そういうのもいいしね。あとそういう自然な、絵、緑の多い絵だったりとか、そういう写真でもいいしね、そういうのを飾るっていうのもね、すごく運気が上がるんじゃないかなっていうところ。で、もう全部 OK だから考えすぎなくてもいいよって。とにかく、あなたが今回ね、このリーディングで気づいた、やっぱりこう、自分で自己破壊しないことをまず一つ学んでほしいっていうことと、平定する、収める。まあ、ここで言うと、すごくこう、まあ、王様の役目っていうのかな。うん。混乱した国を治めるみたいなイメージ。筋道がちゃんと見えてるからできるはずなんだけれども、そういうことの役目も担っているから、まあ、こんな職場もいいやって思うことも大事なんだけれども、ちょっとだけ社会貢献。うん。ちょっとだけボランティア。社会貢献のつもりで、ちょっとだけその会社を、まあ、面倒見てあげてから辞めるっていうのをしてもらえた方が、あなたの徳が積まれてね。うん。神様もね、高次元の方も喜ぶのかなって。なんか、そういう、まあ、自己責任でしょって思うし、相手は相手のやり方、考え方があるんだけれども、とかく仕事においては、うん。あなたからのね、そういう学びっていうものは結構あるので、それをちょっとだけね、社会貢献、ボランティアとして、少しだけ教えてあげてから、まあ、それ以上伸びがないんだったら私別に辞めますけどってのでもいいと思うんだよね。うん。でも、このリーディングからすると、そうやって乗り越えた会社は結局長く勤めると思うんだよね。うん。結局いなくてはならない存在っていう風にして、なんか後輩からも慕われるし、頼りにされるし、上司からも頼りにされるし、で、そうやって自分のやりやすいように働いていける職場が作っていけるから、ちょっと乗り越えた先には、自分の働きやすい職場があるっていうことも、ちょっとだけね、覚えておいてもらえればなって思います。うん。やっぱこう、感の鋭い、達観した、やっぱこう、人は人、自分は自分っていうことをちゃんとこう、境界線線引きできて、それでもって尊重すべきことを分かっている人っていうのは、強いんだよね。でも強いからこそ周りがすごい洗脳するし、なんか、相手のこと考えすぎちゃうから、なんかこう、壊れるのが怖いって思っちゃうしって、そういう、なんかこう、不安衝動に駆られちゃってね、なんかダメにしちゃうこともあるかもしれないけど、でもそれを乗り越えた先には、あなたが欲しい、求めているものあるので、その縛りから解放されたら、ものすごくね、いい恋愛、いい職場、いい仕事ができるようになるんだと思います。ということで、B のね、選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは C の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずはね、難易的な要素。生まれ持ったね、性格とか、思考とかを見ていきたいと思います。C をね、選んでくれた方っていうのは、ものすごい愛情深い方なんだけれども、そのね、愛情深さが、やっぱりね、その、決まった人に対する愛情深さっていうのがあると思うんだよね。やっぱりね、自分の懐に入った人、自分のテリトリーに入ることを許可した人に対しては、ものすごく愛情深く接するし、それこそ本当にね、その相手が困った時には、もう恐れ知らず、命知らずで助けるっていうこともね、厭わないぐらい、すごい愛情深い人だと思うんだよね。で、その代わりに、その自分が本当に心を許したりとか、受け入れるっていうことをするまでには、ものすごく時間がかかるし、あと、時間がかかんないにしてもね、直感的に、あ、この人だって思ったとしても、その直感が働くのは超レアなんだよね。だから、人生で何千人、何万人に出会ったとしても、一人いるかいないか、二人いればすごいな。三人でもう、人生も、万々歳かなっていうぐらいな勢いで、
あなたがね、すごくね、もうこの人だって心を許して、ね、気を許して、で、相手のために何でもしてあげようって思える人がね、まあ、その、できるまでは、やっぱりすごくこう、人に対しての警戒心だとか、受け入れまでにものすごくこう、大変、向こうからするとね、向こうからすると、なんかちょっと距離があるなとか、ちょっととっつきづらいなとか、なんかこう、心に入り込めてない気がするとか、気を許してくれない気がするみたいな感じで、向こうは寂しい思いをいっぱいすると思うんだけど、あなたは、やっぱりね、相手の、ね、いいね、悪いねっていうものを、まあ、これ呼吸っていう感じなんだけど、やっぱすごくね、吸いやすいんだよね。だからこそ、悪い影響ある人は、なるべく近づけたくないし、自分にとってすごくいい影響のある人、こうね、やっぱそばにいてほしいと思う。そして、自分が、やっぱこう大事にしたいとか、許せる人っていうところがやっぱり、人生においてすごく大事な視点になってくるからね。やっぱりね、こう、分かり合える人っていうのがすごく大事なんだよね。だから、分かり合える人が、ね、できるまでは、やっぱすごく人に気を使って、こう自分の心に踏み込まれないように、頑張ってるあなたがすごくまあ入ってくるんだけどね。やっぱね、こう、気の合わない人と一緒にいても、やっぱりすごく疲れるだけっていうのが入ってくるから、それでも、やっぱりこう、つるまなきゃいけない、グループを作んなきゃいけない、コミュニティに入んなきゃいけないっていうあなたがいて、すごく気を使って、ね、傷つけられたりとか、それでも、なんかこう、我慢して分かり合えるようなことをしているっていうのはすごく入ってくるんだよね。決して、一匹狼が好きとかね、孤独が好きってわけじゃなくって、本当はその方が楽なんだけど、楽だけど、でも頑張って、ちゃんとコミュニケーション取っているよっていうところがすごく入ってくるんだよね。だから、あなたの内面的なその縛りっていうのは、やっぱりこう、すごくこう、相性深い分、その、自分の懐にいる人のジャッジが厳しいっていうところも、まあ、ちょっとあるのかなって。だからもう少し、その、まあ、2段階、3段階でいいかな。今までは、その、知り合いとかね。まあ、友達みたいな、まあ、知り合いぐらいな感覚で急に親友っていう感じになったのを、やっぱこう、親友、友達、知り合いぐらいにするみたいな。この、友達の部分が抜けてるというか、すごく狭かった気がするんだよね。知り合いか親友かみたいな。それがやっぱちょっともったいないから、もう少し、こう、大事にする幅を広げてもいいんじゃないかなっていうのはね、入ってくるんだよね。やっぱりこう、ね、会わない人と一緒にいても自分が傷つくだけだしね、時間がもったいないしね、なんか、どんなにこっちが歩み寄ったって分かってもらえなかったら、自分が結局ね、すごく傷ついちゃうから、そこはね、すごい悲しいんだけど、なんか、愛情深い分だけ、すごく愛情に対して敏感なんだよね。だから、自分が愛情を注いだ分だけ、その、帰ってこなかったら、やっぱすごく悲しいなって、それはね、見返りを求めるじゃなくて、ただただ悲しいんだよね。辛いんだよね。そういうところのね、感覚が、他の人と、やっぱ、違う分だけ、同じような感覚の人と寄り添って生きていきたいなっていうね。友達であれ、パートナーであれね。続いては、まあ、外因的な要素を見ていきたいと思います。これは家族とかね、その学校とかね、先生とかね、そういうおじいちゃんおばあちゃんとかね、そういう自分にとってそれ以外の要因をね、ちょっとね、見ていきたいと思うんだけれども、なんだろう。やっぱりこのね、タンポポとね、一瞬一瞬を大事にするっていうカードのメッセージが入ってきているんだけど、なんかね、死を選んでくれた方っていうのは、もしかしたら兄弟がいたら、兄弟間ですごく比較されたり、差別されてきたのかなっていうところがまず一個入ってくるんだよね。それは、例えば、お兄ちゃんなんだからとか、お姉ちゃんなんだからとか、長男なんだからとか、あなたは家を継ぐのよって言われたりとか、逆で、あなたは、ね、こう我慢しなきゃいけないとか、そういうこと？なんかその、
一個一個がすごく縛ってくるっていう感じがする。なんか、女の子だからピンクねとかね、男の子だから青ねっていうこともそうだし、なんか、自分はそうじゃない色を選びたいのに、あなたはこれっていうふうにね、なんかその、うん、小さいことから、こう、すべてに関して、そういう決められたものがあって、それをずっと受け入れてきたとかね、耐えてきたっていうところも入ってくるし、なんかそれやっぱ家族の問題が大きいのかなっていうところね。あとは、なんだろう、その、よその子と比べられたりとか、その家と比べられたりすること、逆にあなたがよそのお家と比べて、うちは違うっていうふうに感じることもあったんだと思うんだよね。なんかそういう、あなたが受け入れてきたから成り立ってきた家族関係っていうのがすごく入ってくるの。それがすごく縛っている。あなたが譲ること、あなたが我慢することによって、親の気分が収まったりとか、親の苛立ちがね、収まったりとか、あなたが親を気遣ったりとか、こう、ねぎらったりする親に対してね、そういうことをして、親がそういう、こう、愚痴を吐いたりとかして、あなたが聞き役になって、それをね、こう、潤滑油じゃないけど、そういう役割を担ってきたとかね。なんかそういう家族関係のその一瞬一瞬、一個一個があなたにすごく絡んでいて、それが良くも悪くも比較によって起こされていることなんじゃないかな。で、あなたがそれをね、私が我慢すれば家族が幸せならば、自分が譲歩すればお母さんが楽しければ、とか、お母さんの気が済むならっていう、なんか、家族の誰かの幸せのためにあなたがすごく我慢してきたっていうものがあるんだよね。なんかそれが、例えば、それが学校であれ、なんかそういう友達関係であれ、なんかちょっと違うって分かっていても、なんか、それを知れば知るほど自分孤独なんだよね。他はそうじゃないんだって分かれば分かるほど自分は辛いんだけど、でもそれを耐えるしかないみたいな。そういうね、感覚がすごい入ってくるんだよね。分かっていても耐えるしかなかった。自分っていうもの、やっぱそれはね、家族のその家庭環境とか親の価値観によってすごく縛られてきたんだろうなっていうところ、自分が何かを譲れば誰かが幸せ、状況、周りが幸せっていうところで、みんなの幸せを考える、相手の幸せ、みんなの幸せを考えるからこそ、自分が一人苦しんできた、孤独に耐えてきた、何かを、我慢してきたみたいな、受け入れてきたみたいな、そういうのがすごくね、入ってくるんだよね。なんかそれが、家族が幸せになるために必要なことだったっていうところ。なんか見ないふりしたりね、言わない、言いたいことがあっても言わないみたいな、そういう状況も必要だったっていうね。分かっているけど、それは自分は言わなかった、やらなかったっていう、家族のためにねっていうところが、やっぱりこう、縛りなのかなって。ここ解放できたらすごいよね。すごいいいと思う。楽になると思う。すごいね。で、続いては恋愛について。恋愛もね、やっぱね、すごくこう、愛情深いから譲っちゃうんだよね。特に近しい家族に対しては、譲歩しちゃう。自分の言いたいことやりたいことを我慢しちゃう。過去からの縛りの解放を来てる。乗り越えるってことも来てるね。なんかね、やっぱね、恋愛に縛ってるものって、ね、あなたが全て何かやらなきゃいけないっていう感覚が縛りなのかなっていうのがすごい入ってくるんだよね。なんか、あなたが何でも言ったりやったりしてあげて、さっきも言ったけど、なんか譲歩してあげて、みたいな。で、そういう恋愛ですごくね、傷ついてきたんだろうなっていうのも入ってくるの。なんか、この相手っていうのは、良くない相手ね。良くない相手は、あなたからエネルギーとか愛情とか取ってくんだけど、あなたにとっては、正反対の状況、なんていうのかな。あなたが愛情を欲してるときに、相手があなたの以上に愛情を持っていく。あなたが優しくしてもらいたい時に限って、相手がそれ以上の優しさを奪っていくとかね。逆に相手が傷つけてくるとか、あなたが望んでいる逆のことをする場面が多い相手。っていう人にすごく傷つけられてきたんだけど、でも、愛情深い分、別れる勇気がなかなかないんだよね。やっぱり良くないって、この人は私の運命の人じゃないって分かっていても、ずるずる付き合ってしまう。別れを伸ばしてしまうっていうのはあなたにとっての縛りだと思うんだよね。で、大事なのって、なんか問題が起きた時に、相手が、
先頭に立ってね、問題を解決してくれるってことも大事だし、共同でやるってことがすごい大事なの。なんか相手が問題に対して前向きであること、何かそういう情報を持ってくること、それにあなたが乗っかったりとか協力しようという姿勢が大事なわけ。今まではあなたが問題を解決しようとすごく躍起になって踏ん張って、いろんなものをね、お金とか思いとかね、時間とか費やしてやってきたんだけど、それでも相手は、あなたに対して感情を逆らえすることを言ってくると。でも、あなたは愛情深いから、泣いていても別れることができないんだよね。相手を話すことができないの。なんか、相手が別れたくないとかね、直すって言うと許しちゃうんだよね。相手のすがってくる気持ちを許してしまうんだよね。うん。でも、何でもかんでも自分がすべて、なんかこうやって、それに相手がおんぶに抱っこで、いる恋愛関係ってやっぱり不健全だからね、良くないなっていうところ。だからあなたの縛りは愛情深い分だけダメな相手に見切りをつけるのが遅くなっちゃうとか、自分がね、思いとかお金とか時間とか搾取されるって分かっていても、相手が謝ってきたり直すって言ってくる分にはなぜか許してしまうようなね、ところで、あなたは傷つけるって分かっているんだけど、でもなんかこう一度愛情をかけてしまった分ね、なかなかね、それを切るのが難しいと。なんだけど、なんか振り返ってみると、この痛い経験が次の恋愛、その次の次の恋愛とかにすごく生きてくるんだよね。だからこういう自分が反省すべき過去の恋愛があったとするならば、それを次に生かすことができるし、あなたの良縁はご先祖様が持ってきてくれます。ご先祖様が縁をつないでくれているから、安心してほしいなっていうところ。そのお相手、あなたが過去の縛りからね、抜け出せたとき、要は、あなたが愛情とかお金とか時間を出しすぎない、公平であること、そういう相手と向き合って、この過去の傷から抜け出したときには、あなたが本来求める共同で問題をね、解決していく。相手が率先して問題に向き合っていく、あなたもそれに対して協力していくっていう、そういうね、関係性をね、築けるんじゃないかなっていうふうに思います。まずは過去のね、そういう恋愛からの脱却、ただその気づいた思いとか苦い思いっていうのは、すべてね、こう今の素晴らしい状況になるためのすごく必要なことなんだっていうふうに思えるような、それを、まあ予測じゃないけれども、あらかじめ祝うね、そうなんだって今から思うことによってね、そういう自分のなるべく過去の恋愛から縛りをね、解いて新しい、恋愛に向き合うということがまず一つで、今ね、もうすでにね、幸せだよっていう人に関しては、そういうね、過去があったからこそ今の良縁というかね、縁に恵まれてるから、それこそ自分の全ての経験とか感情っていうものを否定しないでね、それが全てつながっているんだよっていうふうにね、思ってご先祖様に感謝すると、すごい喜んでくれるんじゃないかなっていうところね、こうやっぱりね、C を選んでくれた方っていうのはね、人の喜ぶ顔、喜ぶ姿がすごく好きなんだよね。すごくね、利己的じゃなくて利他的な人なのよ。だから、どうしても相手の喜ぶことをしてしまう。で、それがやっぱ、こう、過剰になっちゃう時があって、で、恋愛に対しては、それがやっぱりね、相手をダメにする要素っていうのはどうしても出てきてしまうのね。だからこそ、相手に喜んでほしいって、笑顔になってほしいっていう気持ちっていうのは、同じように相手もあなたに対して喜んでほしい、笑顔になってほしいっていう気持ちをね、持ってくれる人っていうのがすごく大事になってくるんだよね。で、続いては仕事に関しては、内容か。語り部さん。共同で何かをしてるのね。感謝。なるほど。これね、
なるほどね。C を選んでくれた方っていうのは、人の喜び幸せがすごく生きがいというかね、あなたにとってのこう、こう原動力だったりね、エネルギーの元だったりすると思うのよ。で、仕事において逆の考えをする人ってあなたにとっては苦しい相手なのね。自分の優先して自分のことしか考えない人って苦手だし、なんかこう、なんだろう、こう、周りが自分にやってくれるのが当たり前だったりとか、例えば会社で言うと利益だけしか求めてないとか、そういう状況とか環境がすごく苦しくなっちゃうんだよね。なんだけど、対立を、元に戻す。対立がなくなるとか、バランスとか、その力、のカードとか、語り部っていうカード来てるんで、変わるっていうカードも変容のカードね、来てるんだけど、これっていうのはね、C を選んでくれた方っていうのは、どの仕事場に行っても、一部の人の間では語り継がれる存在になるの。これはね、間違いないと思うんだよね。こういうことをやってくれた、こういうことをしてくれたっていう、あなたのやったこととか、優しさとか思い入れっていうのは、その残った人の一部では語り継がれていくことになるのね。っていうことは、あなたにとっての縛りっていうのは、やっぱりね、その、対立することは悪いことじゃないっていうふうに思ってほしいんだよね。こう、あなたが仕事場のために、職場のためにね、何かするっていうことは、すごく素晴らしいことなのね。もう、なんだろうな、その感覚っていうのはもう、例えば、高次元の方とか、神様から、もらった、まあ、お仕事というかね、仕事としての作業だけじゃなくって、その仕事によって、こう、起こり得る人間の摩擦とか、会社のそういう成長とか学びとか、仕事っていろんな側面を持っているんだけど、そのバランスを整えるためにあなたがいるっていうふうに言っても過言ではないのね。ということは、あなたがその職場に行った時には、何か問題があったりとか、誰かと誰かが対立しているとかね、お客様が、例えばすごくこう困っていたりとか、そういう状況があった時に、あなたがそれを、本来のね、愛情深さとかね、相手の喜んでほしいっていう奉仕の心、そういうものによってね、こう、対立関係が収まっていく、クレームが収まっていくとか、で、そういう、あなたのやった偉業が、ね、仲間内でこう語り継がれていくっていうことが、起こるわけなんだよね。で、その、あなたがやったことをあなたは惜しみなく教えていくこと。こういう時にはこういうふうにやるといいよ。こういう時にはこういう解決方法があるよっていうのを自分だけの特権特許にしないで、周りにもそれを分けてあげて、でも自分を優先しないんだから。もう利他的よ。素晴らしいよ。で、感謝する気持ちを忘れない。あなたは仕事を通していろんな人で感謝をするし、あなたもすっごい感謝されるんだよね。もうね、あなたを縛ってるものっていうのはね、基本的には、なんかこう、遠慮してるところだと思う。これだけ見ると。なんか自分が口出ししていいのかなとか、例えばなんだけど、あなたがまだ、ただの従業員、会社員とか、まだ課長とか係長とか微分が低いとか、なんかその副部長とかね、なんかこう、補佐っていう役場で、役目でね、そういう、まだその上にいると、まだ長がいるっていう、そこに遠慮しちゃって、なんかこう、できてないっていう部分すごくもったいないから、逆に、社長とかね、自分の上司と対立してもいいから、なんかもっと、あなたの思うようにやってくれたら、本当にもっともっと語り継がれる、伝説となるようなことがすごく増えてくんじゃないかなって。こういうことを変えてくれた人がいてね、とかね。こういうことを言ってくれたことがあって、それが今もすごく生きてるんだ、とかね。こういう変なルールを変えてくれる人がいて、とか、こういう新しいルール作ってくれてね、それがすっごい減りやすいんだとかね。そう、すっごくあなたも周りの人を大事にするからか、ね、強くこう、いつもありがとうって言葉をかけてね、周りを大事にするし、周りもあなたのことに少し対してすごくありがとうって感謝をしてくれている。で、なんかそういう上司とか会社とかのことは気にしないで、あなたが守るべきところ、あなたが注ぎたい愛情を仕事でもすごく注いでほしいなって、そういう縛りからは解放されてほしいなってすごいに入ってきている。もうね、やってることは素晴らしいから、もう縛るものっていうのはもう、ある意味なんかこう、昔のルールとか風習とか、こう悪い習慣とかだよね。
何にしてもそうだと思う。なんか周りの悪いこう認識とか習慣とか相手の悪い習慣をあなたがそうじゃないよっていうふうに変えていくこと、あなたがそれ一時期それを受け入れたとしても結局傷ついちゃうから、あなたがね、うん、やっぱり良くないよって受け入れすぎることは良くないから、あなたがそれを、うん、そうじゃないって気づいて、もっとこう違う形で相手に奉仕するっていうことをしていくといいんじゃないかなっていうところね。でキーカードなんだけれども、うん、落ち着いてっていうカードと、まあ、借金の清算なんだけど、もうこれはね、お金なことっていうか、まあ、気持ちの、人生のそういうマイナスっていうことで考えてほしいんだけど、もっとね、リラックスして、物事をやっていいよって、うん、あれしなきゃこれしなきゃとか、なんか、相手をこれを望んでいる、うん、だから私はこうしなきゃってこと思わなくていいよって、自分の進みたいまま、やりたいままに進んでほしいよって。で、こっちの、まあ、借金の清算なんだけれども、これっていうのはね、まず一つはお金の心配手放してほしいって。なんか、お金に対して不安を持っていると、不安が不安を呼び込んじゃうから、まず、自分はもうお金は何とにでもなる。でもお金は入ってくるっていうふうに信じてほしい。で、お金の不安を手放してほしい。で、あともう一個は、過去の自分のマイナスネガティブを手放してほしい。例えば、恋愛で言うと黒歴史とかね、仕事で言うと、なんかそういう自分の才能を発揮しきれずに、すごく悔し涙を流して辞めた職場のこととかね。うん。そういうことは別に、あなたの汚点ではなくって借金だから、もう返しちゃおうよって。もう払い終わりますって言って、払い終わっちゃってくださいって。うん。そうすれば、過去の自分のダメだったこととか嫌だったことをあなたが清算すれば、全然お金入ってくるから。もうプラスにしかならないってこと言ってくれてるから、まずお金の不安を手放すこと、過去の失敗とかネガティブな思いを手放すこと、その自分にとってマイナスなものを清算するだけで、清算って簡単よ、手放すんだから。もう、あれは自分にとってプラスの出来事だったんだって自分が思えば、もう万事 OK だから。うん。落ち着いて、自分にはいいことしかないって、どんなこともプラスだったんだって、そういうふうに思うことによって、すべての借金、自分の人生の借金が清算されていくので、落ち着いて、うん。自分の気持ちのね、ままに進んでほしいなって、リラックスしてね。で、結構ね、塩大事だから、まあ、お清めの塩もいいし、あと、疲れた時にはちょっとね、お風呂に、お風呂の専用の、ソルト、岩塩とかね、ソルトを入れて、ちょっとお清めをしてもらいたいなって、そうすればすごくね、気分も軽くなるので、お清め結構お塩。塩ね、塩関係は活用してほしいなって、うん、塩でパッてね、こうやってやるのも払うのもいいし、ね、ソルトの お風呂に入るのもいいしね、うん、あとそういうお清めの塩を持って歩くのもいいと思うしね、うん、ということで、もうね、塩を選んでくれた方っていうのは本当に、なんだろうな、愛情深くって、愛情深いがゆえに傷つくことも多くって、人のねために頑張りすぎちゃってる。で、その縛りをね、解放した上で、なんか自分のためにもう少し、こう、愛情を注いで、で、自分がすごく満足している状態で、相手に愛情を注ぐことが、すごくね、うまくいくね、ことになると思うんだよね。縛りっていうのは、人のために何かをしなきゃいけないって思い込むことだと思うんだよね。親に言われたからとか、周りがそう思うから、相手がこういうふうにしてほしいと思ってるから、私はしなきゃいけないんだっていうね。うん。譲りすぎている部分っていうの、我慢しすぎている部分っていうものを解放して、あなたが心から楽しいと思える方法で、奉仕していく、ボランティアしていくと、ものすごくあなたが自分の満足感が全然違ってくるし、お金、単純にお金増えていくと思います。わざわざ借金の清算って出るってことは、縛るものから解放された時にはお金がすごい入ってくるっていうふうにね、そういう意味合いでも入ってきているので、うん。ぜひね、自分を縛るものから解放して、ね、お金がたくさん入ってきて、ゆとりあるね、これからの晩年っていうかな、うん、その生活をね、過ごしていってほしいと思います。ということでね、C の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。